うわ、すっごい。いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。先日ですね、こちら、ペヤングの極激辛焼きそばファイナル、こちら食べてみたんですけど、これね、もうめちゃくちゃ辛かったんですよね。まあ、辛いというかね、もう口の中がもうめちゃくちゃ痛かったんですよね。こちらがね、結構取り上げられておりますけどもね、実はこの商品と同じ日にですね、激辛商品もう一つ発売されてるんですよね。ということで、本日はですね、こちら、ペヤングの極激辛ファイナルじゃなくてですね、もう一つの激辛商品、そちらご紹介していこうと思います。本日ご紹介する商品はエースコックのスーパーカップ鬼辛焼きそばレッドです。こちらもね、見た目からもめっちゃ辛そうですよね。まあね、極激辛のファイナルほどじゃないでしょうけども、こちらもね、ちょっと試していこうと思います。中にはね、かやくと調味タレと、あと、ふりかけが入っております。もうね、この調味タレ緑色なんで、なんか安心しますよね。それではね、早速、かやくを入れて、お湯を入れて5分待ってね、お湯捨ててきますね。それでは5分経ちましたので開けていきます。それでは調味タレ入れていきますね。うわ、すっごい。ペヤングの方はですね、赤黒かったですけれども、こちらは赤いですね。それでは混ぜまして、最後にふりかけかけていきたいと思います。じゃん。すげえ。見てください、このふりかけ。なんか唐辛子の粉じゃないかって感じですよね。でね、この粉ね、その唐辛子の香りがするんですよね。やっぱり唐辛子じゃないかなって感じですね。で、それでは早速いただきたいと思います。まあね、この前の極激辛ファイナルほどじゃないでしょうけども、やっぱこっちも辛いんでしょうね。それではいただきます。うん。お、やっぱこっちも辛さきますね。これね、私的にはこの口の中はね、まあそこまで辛、まあ、辛いのは辛いんですけど、そこまでなんですけども、これお腹の方が結構熱くなってきますね。で、このふりかけ、魚粉ですかね、魚粉の旨味がね、感じられるんですよね。でもやっぱり辛さはね、またこちら麺がね、太麺でして、このもちもちとした食感、これ最高ですね。ね、ほんと辛いだけじゃなくてね、その麺の食感もいいですし、この魚粉の香りやうまみもいいですしね、ただ辛いだけの焼きそばじゃないですね。これね、ほんと口の中よりはね、お腹の方が結構カッカカッカくるような感じですね。で、汗もちょっと出てきてますね。はい、完食いたしました。ということで、エースコックスーパーカップのですね、鬼辛焼きそばレッド。これね、私的には適度な辛さなんですけども、多分ね、結構辛い方じゃないですかね。ただね、口の中よりね、お腹の方が結構カッカカッカきますね。激辛は好きだけど、ペヤングの極激辛ファイナルはちょっとなーって方はですね、ぜひこちら、エースコックの鬼辛焼きそばレッドを試してみてはいかがでしょうか。私的にはね、もう程よい辛さでちょうどいい辛さなんですけども、多分ね、普通の方結構辛いかと思いますので、ね、辛いものがお好きな方はぜひお試しいただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。はい、本日はご視聴いただきましてありがとうございました。まあね、極撃からファイナルに比べたらね、もう辛さ的には全然レベルが違うんですけど、やっぱりこれもね、辛いのは辛いですね。ね、今普通に喋ってますけども、ちょっとね、口の中ね、ちょっと舌がヒリヒリするような感じで、お腹もね、カッカカッカくるような感じですね。激辛好きだけど、激辛ファイナルはちょっとなーって方はですね、ぜひこちらのエースコックスーパーカップのですね、鬼辛焼きそばレッドをお試しいただければと思います。こちらもね、激辛となりますので、ね、気をつけてくださいね。ご視聴いただきましてありがとうございました。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほら、チャンネル登録しなっせ。